さあゲーム画面の方は、こちらのオールネットプラスマルチ APM ですでに電撃文庫ファイティングクライマックス、こちらの方がゲーム選択された画面になっております。あ、そうですね、なんか見てて面白いキャラを使った方がいいかなと思いますんで。ローキューブですか？ローキューブ使いましょうか。じゃあやっぱりローキューブですよね。ローキューブこれ、あれカラーセレクトもできるんですけど、何気にこう あの学年の違うカラーとかも用意されていて、ちょっとマニアックな心をくすぐるかなみたいな。あ、ね、これはたまらない。ローキューブだって私 PV 何度も見てますけど絶対笑っちゃいますもんまあ作品自体はかなり熱血ものでですね、まあ、見てて感動できる内容で、ちょっとそのギャップに僕も燃えたりしてますけど。しかしまさか電撃文庫のこのキャラたちが格闘ゲームになることを予想した方ってあんまりいらっしゃらないんじゃないでしょうか。さあそれでは参りましょう。ツンツンの組み合わせにしちゃった私。デュエル1楽しませてくれるんでしょうね。お手合わせ。これは背景のステージがあのセブンスドラゴンのステージなんですね。お願いですよ。闇に落ちる。おやばい。さあまずこれ寺屋さんが出された今の技は、あとなんか覚えてないですねちょっと熱中しすぎてました、ね、もうなんかちょっとゆいちゃんがガチになりましたねこれ。今の技はインパクトブレイクという仕組みで、はい、あの空中コンボとか結構やりたいユーザーさんいると思うんですけど気軽にはやりにくいんですが、このゲームではボタンを連打するだけであの空中コンボにつながる技もあります。ちなみに当然ゆいちゃんはこれ電撃文庫ファイティングクライマックスは初めてですからね。一応 2D のゲームを、あっと鮮やかに決められたこれ、ちょっとこの技で決めないとダメかなと思いましたここでインパクト大。さあまず第1ラウンド2対象これまだサポートキャラクターですね。そうですね、このサポートキャラクターの使いどころっていうのもやはりポイントなんですかね。いやもう完全に解説しながらやるといっている2人がガチでプレイに入っちゃってるんで、もうこれはですね、もう皆さん、もうそれだけ熱中するゲームだということをご認識ください。さあここからゲーランから綺麗にここからコンボをつないでいく2ヒット前に出るところ、さあここでサポートキャラを出して一旦ユイがここは一旦退けるが、ああ当たらない、ああ届かない。最後決めに入った T 隊長、しかしここは最後絶対負けるわけにはいかない。2月14日補正、すいません、なんかちょっと空気読めないプレーをしてしまったですね。私たち仲の良さなら負けないの。そうですね、この言葉に象徴されるように、まあ、ローキューブのキャラは